ポケットモンスター。はーい、こんばんは、ちゃちゃちゃです。せっかく、お化け屋敷っぽいんで、今日は深夜に撮影でござる。森の洋館。コアモテプレート。手に入れたプレートの裏側に刻まれている文字を読んでみた。宇宙生まれし時、そのかけらプレートとする。コアモテプレート？え？なに？宇宙作った人はめっちゃ怖い顔してるってこと？悪タイプの石板持たせると、悪タイプの威力が上がるらしい。はぁ。せっかくだから持たせよっか。悪タイプのポケモンといえば居酒屋。持たせる。コアモテ。これで噛みつくがめっちゃ強くなったんちゃう？めっちゃ。焼肉、減ってたな。居酒屋さんの出番だ。ちなみに、懐きました？懐きチェック。まだか。一緒に連れてるだけで、懐き度上がるって。イメージなんですけど、連れてるだけじゃダメなのかな？居酒屋！ミミーン！なんか木の実の設置面にボフィーの材料って書いてたから、多分夏軌道の上がるご飯みたいなのあるんだよね。よし！ゴーストタイプには悪は超効くからな。夏軌道の上がるご飯が早く欲しいな。森の洋館。まあ、宝っぽだ。特に何もないな。右にアイテムがある。ボッチャ、わざわしい身代わりを見つけた。なるほどね。ぼっちの身代わり。一人が辛い時に、身代わり人形。そういえばなんか、この間ポケモンセンターで、ポケモンセンターじゃないか。宝トミーかな？なんか、身代わり人形の大きいぬいぐるみみたいなの、発売あったじゃないですか。私あれ、買っちゃいました。9月ぐらいに届くんじゃなかったっけ？超楽しみなんですけど。なんか大きいぬいぐるみ。なんかね、膝に乗せて、キーボードを叩くときにいいやつ。説明できない。全然説明できない。なんかね、膝に乗せて、で、キーボードを打つときに手痛いじゃん。その手をカバーするクッションみたいなのもついてるやつが、なんか先行予約販売みたいなしてたんで、ポチっちゃいました。なんかあんまりグッズ買わないんですよ。あんまりグッズ買わないんだけど、ポケモンのグッズだけはめっちゃ買っちゃうんだよな。めっちゃってわけじゃないけどね。なんかポケモンって可愛いんだよな。イエーイ。オッケー。オッケー。大きな真珠。大きな真珠って確か販売アイテムだよな。なんか売ったら高く売れるみたい。金金金。騎士として恥ずかしくない。ゴーセー。へい、居酒屋。居酒屋マジ無双だな。噛みつくが強い。やっぱロトムより居酒屋な気がする。ちゃんちゃんちゃん。野生のゴーシュ。イエピー。野生じゃないゴース。
野生じゃないゴースなんているのかなって思ったけど、トレーナーが捕まえたら野生じゃなくなるよね。当たり前だよね。いや、ちょっとぼーっとしてるね、深夜だから。空っぽ、私の頭も空っぽ。お、不思議な飴だ。空っぽ。これ調べられないのか。銀河団とこだったら調べられたのにね、文字読めたのに。ここ以外もう行くとこないよね。サブコンテンツみたいな感じなのかな。別に行ってもいいし行かなくてもいいしみたいな。イエーイ。なんもないな。新しい冷蔵庫欲しいな。今の冷蔵庫ちっちゃいんですよね。走る。あ、なんか今誰かいたな、左に。え、ダスボミ。ビビー。冷蔵庫欲しいな。冷蔵庫欲しいな、欲しいな。で、じゃじゃじゃーん。やった。でもできれば茶色の冷蔵庫って言おうと思ったけど、普通に倒しちゃった。結構家具家電茶色でそろえてるんですよね。あ、ナタネナ。いや、あなたもここを気になってきたの。森の妖怪のお化けポケモン、怪しい人影を見るって話もちらほら耳にする。私が調べればいいんだけど、中に入るのは。ほら、私ジムリーダーでいろいろあるからね。ね、いろいろあるから、お化けが怖いとかじゃなくてね。じゃあ調査の方よろしくね。別になんか人影とかなかったけどな。ロトムはいたけど。チュンチュンチュルチュルチュンチュンチュルチュル。あ、ここなんだろう。あ、そうだ、こんなのあったな。なんかちょっと今ジムリーダーのとこ行こうかなと思ったけど、まあいいや。先に進もう。てかね、あれ行きたい以上抽選したいんだよな。あ、2個、やった。抽選じゃないや、あの、ジョーロが欲しいんだよね。抽選はもう一個先の町か。抽選、ポケモンくじ。もう一個先だから、早くジョーロが欲しいんだよな。ジョーロあったらもうちょっとミーがいっぱい手に入って、幸せな気分になるかなと思って。ここちょっと気にくそうだから。埋めんのやめよう。あ、大きい木を手に入れた。この木何の木、気になる木。どのポケモンをどこにつけてるかで一日悩んじゃったりする。ちょっとそれは悩みすぎじゃない。それは一日はちょっと24時間悩むのちょっとどうかと思うけどな。優柔不断にも程があると思うけど。あ、虫タイプに持たせるとか、虫タイプいないんだよね。もっちゃん、わざわしい82、寝言。カビゴンがいればいいんだけど。ツル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 。へいー。いや、切ってやったぜ。おらおら、俺に切れない木はないぜ。このまま落ちれるかな？こっちからか。ほい。イエーイ。ふかふかの土。イエーイ。どうせ埋めるんだったら、これ結構行きやすいとこがいいですよね。あ、これ発電所か。そういえば、ここに出るポケモン金曜日って教えてもらったのに、まだ行けてないやん。オレの実。ふかふかー。ふかふかー。よしよし。じょうろ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 。
こっちじゃない。ここ上六連。うん。うん。うん。あ、ももの実もらった。上六じゃないけど、ももの実もらった。上六ください。お、コダック上六ゲットだぜ。やった。ここは話しかけれないんだが。いいです。アクセサリーいいです、いいです。私は、すっぴんで輝くタイプだから。シラフで、シラフ、シラフ違うな。シラフ違うな。違うな。また別だな。意味が違う。イエーイ。じゃ、これ植えてみていいですか？植えてみていいですか？ふかふかの土。何入れよう。カゴの実。ズリの実。これはポケモン GO でよく使う。オレンの実。カゴの実、いや。カゴの実にしよう。少ないから。これどうしたらいいんだ？バック。コダック上路、これを登録すればいいのかな？え、じゃあ自転車できないじゃん。自転車、まあ、いいな、自転車は。私結構歩き派なんで、嘘でいっせ、ロードバイク乗ってます。でも最近はよく歩いてます。ポケモン GO が楽しいから。レイドバトルとかもめっちゃやってるよ。まだ全然フリーザーとかルギア捕まえれないけど。この間ね、ルギアを捕まえようと、ルギアのとこ行ったらなんかね、50代ぐらいのおじさんがすごい仕切ってて、なんかルギア戦では、サイフォン系は出しちゃいけないとか、あともう、こう、ポケモンは避けるんじゃなくていっぱい攻撃するんだみたいな感じでいっぱい指示してもらって勉強になりました。ポケモンGO面白いよ。ということで今回は以上です。